だから恋愛ってコミュニケーションが死ぬほど大切なんですね。はい、皆さんこんにちは、るきです。今日は男性から追いかけ続けられる女性がやっていることについてお話ししていきたいと思います。皆さん男性に追いかけ続けられたいですよね。最初は彼に追われているんですが、最初だけで途中から立場が逆転してしまうんですというお悩みって結構多いんですよね。ですからずっと彼に追いかけ続けられている女性もいらっしゃいます。では一体そんな女性はどんな特徴をしているのでしょうか。皆さん知りたいですよね。ですから今回はそんな男性に追いかけ続けられている女性がやっていることについてお話ししていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきますね。ゆうきさん、はじめまして、こんばんは。はい、こんばんは。質問よろしくお願いします。私は最初は追いかけられるんですが、いつも最初だけなんです。途中から追いかけられなくなります。そして私が追ってしまいます。ずっと追いかけられるような恋愛をするためにはどのようにすればいいですか、教えていただけたら嬉しいですというご相談です。ありがとうございます。なるほど、承知いたしました。今から男性からずっと追いかけられ続ける女性がやっていることについてお伝えしていきますね。男性から追いかけ続けられる女性がやっていること4選です。まず1つ目です。1つ目はきちんとコミュニケーションをとって課題を与えているになります。例えば彼が皆さんに合わせているとします。その時男性ってそれが何であれ皆さんがそれをやりたがっているとか、皆さんがいいと思うから自分に合わせてくれている、このように思っているんですね。なぜなら皆さんにはそれをやるかどうかの選択する権利があるからです。まあ日本では大方自由に行動できますからね。だから男性はいい悪いを抜きにしてそう思うんです。例えば皆さんが何も言わずにいつも彼が連れて行っているレストランで食事していたら、この人はこういう料理が好きなんだと思うし、皆さんが何も言わずに彼のために毎日ご飯を作っていたら、この人はご飯を作るのが好きなんだなと思うし、セックスレスでも皆さんが何も言わずに過ごしていたら、この人は別にしなくてもいいんだと思ったりするんです。もし皆さんが本当に嫌だったとしても、まあいやいややっていたとしても、無理して合わせているとかあまり気づかなかったりするんですね。まあ大半の男性はそういう生き物なんです。まあ鈍感なんですね。まあたまに敏感に察する男性もいますけどね。なぜなら男性って嫌ならやめればいいじゃんとか、嫌なら言えばいいやん、このようにしか思ってないんです。世の中の8割ぐらいの男性がそうではないでしょうか。とりあえず男性は皆さんのことをやりたいからそれやってるんでしょうとか、これでいいから合わせてるんでしょう、このようなくらいにしか思ってないんです。だから恋愛ってコミュニケーションが死ぬほど大切なんですね。僕はコミュニケーション不足でうまくいかなくなったカップルとか夫婦をよく見ています。だからこそ私は今こういう気持ちがあるって伝えることって本当大切なんですね。命令とか指示とか不満とかではなく、伝達するということなんです。皆さんが今まで何も言わないのは、男性側からしたらそれで納得しているからこの人はそのまましていると思ってしまいますし、納得しているからこそこのままでいるし、それをやっている、このように思っているんです。もうその辺単純な男性多いですからね。だから言わないと男性はもっと僕ってこうした方がいいんじゃないかとか普通に思わないんですよ。皆さんが納得していると思っているからです。ですからしっかりとコミュニケーションをとってほしいんですね。特に遠慮しがちな人は、私はこんな気持ちがあるんですと伝えてください。これは本当に大切です。そしてしっかりとコミュニケーションをとって、皆さんの希望、まあ、すなわち彼が皆さんのためにするべき課題ですね、それを与えてほしいんです。男性はその課題に向かって行動しようとしていきますので、男性は何かの課題を攻略することで楽しみを見出すんです。まあ、そういう生き物なんですね。つまりその課題を攻略する行動が男性の中で追いかけるっていうことに結びつくわけです。このような些細なコミュニケーションの積み重ねで後々大きく変わってくるんですね。要するに彼に追いかけさせ続けるには、このように気持ちをオープンにさせていくことって大切なんです。ただ怒りを乗せたコントロールはやめた方がいいですね。怒りは怒りを生みますから。そして2つ目です。2つ目は以前の彼と比較しないになります。相手の男性にもいろんな顔があることを忘れない女性ということです。例えば今の彼をちゃんと見ていない女性は、以前の彼はこうだったのにという感じです。前はもっと連絡をくれたのにとか、前はもっと会ってくれたのにとか、前はもっと構ってくれたのにとか、前はもっと優しかったのに、まあこのような感じですね。これは皆さんと彼の初期のイメージなんです。当然ですが男性も初期とは違う顔が出てくるんです。でも女性って初期のうまくいっている時の彼を求めてしまうんですね。そしてその時の彼のイメージで接して不満のエネルギーをぶつけてしまうんです。ただですね、逆に考えてもそうですよね。皆さんも昔の自分を認められて今の自分を認められないと嫌じゃないですかね。要は以前の彼のイメージのままで、それを相手に求め続けると相手にプレッシャーをかけてしまうわけです。そして男性はそんな女性を追いかけたくなくなるんです。
ですから以前の彼はあまり参考にしないという視点を持ってほしいわけです。やはり慣れてきたら変わるのが男性です。変わらないという少々差も中にはいますけどね。だからこそスパッと以前の彼のイメージと比較するより今の彼を見てあげること、この方がいいですね。そうすれば皆さんも以前の彼と比較してそこまでへこまなくても良くなりますし、程よい距離感が作れます。初期の彼を基準にするのではなく今の彼を基準にして彼とコンタクトを取ること、過去の彼と比較しない、そんな女性が末永く彼に追いかけ続けられるということです。そして3つ目です。3つ目が女である努力を怠らないになります。慣れてくるとお互いにやはり異性を意識しなくなってきますよね。ですが彼に追いかけ続けられる女性って女性としての努力を惜しんでなかったりするんです。髪型に気を配ったり、おしゃれをしたり、美を追求したり、メイクを研究したり、そんな努力を楽しんでいたりします。そうすると女性エネルギーって発信されますからね。だから男性を引きつけたりするんです。つまり彼に追いかけ続けられるということです。そして4つ目です。4つ目は彼を甘えさせる余裕を持っているになります。甘え上手なんだけど、いざという時は頼りになる、そして時には男性を甘えさせることができる、こういう女性って男性にとって魅力的なんですね。結構強そうな頼りになる男性でも甘えたいところってありますからね。でも女性に余裕がなく、ひたすら男性に甘えてばかりの状況だと男性は頑張らなくてはなりません。一方で女性側も時には頼りになったり余裕があるような一面を見せていると男性も女性に甘えることができるんです。そしてそんな甘えさせてくれる女性を男性は追いかけ続けたくなるということですね。男性だけではなく女性もやはり余裕が大切なんです。以上が男性に追いかけ続けられる女性がやっていること4選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目がきちんとコミュニケーションをとって課題を与えている、そして2つ目が以前の彼と比較しない、そして3つ目が女である努力を怠らない、そして4つ目が男性を甘えさせる余裕を持っているになります。男性から追いかけ続けられる女性がやっていることを4選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの決め案をプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。